はい、みなさんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はソロークするときにこれですね、人差し指の爪削れてないですか、この辺のお話についてさせていただきたいと思います。はい、ストロークをやりますとだんだんとこの人差し指の爪が減ってくるんですね。短時間で減るという方は力入れて引きすぎてる感もあるかと思うんですが、どうしてもですね、このフレット、鉄の棒がこう出てますよね。このフレットのある部分を引きますと、爪とフレットとどっちが硬いかというとフレットの方が硬いですよね。どうしてもこう削られていくわけなんですよね。特にソプラノウクレレ、最近は12フレット以上のところにフレットがあるウクレレが多いです。これマーチンの最近のモデルなんですけども S1 ですね。これ見てください、この辺までフレットあります。ここまであってもほとんどこの辺は使わないんですけどね、まあ使えなくはないですけども、そんなに滅多に使うところでもないわけですよね。まあ見た目がいいのか、たまに使ってくださいなのか、最近はこの辺までフレットがあります。そうするとソプラノは特にこうジャカジャカ弾くあたり、この辺ですもんね、弾いていくとこのフレットの角に当たり爪が削られるということになるんですね。それでマーチンの古いものとか、これエルビスの U100S、 これ見てください、12フレットまでしかないですよね。ここないですのでジャカジャカしても爪は減りません。はい。で、オースティンの海湾というソプラノウクレレ、これもここまでしかないんですね。ですのでどうしても力が入ってしまう方、初心者の方、この辺がおすすめなんですよね。まあここまであるとかっこよく見えるのか、でも BJ 的にはこの12フレットのあたりまでフレットがあって、その後ない方が見た目的には好きなんですけどもね。じゃあどうすればいいのかということなんですけども、これです。はい、アロンアルファ釣り名人というやつなんですよね。はい、このアロンアルファを使って爪をコーティングしてます。特にこの親指ですね、これまあ減るわけではないんですが、親指の爪そんなに BJ のは硬くないんですね。でこいつをアロンアルファを塗って固めてカッチカチにしてます。でカッチカチで弾いてるので、この音がですね、すごくこう立つわけじゃないですか。これで、同じようにこちらの人差し指のところにも塗って、コーティングして削れないようにしてるんですね。爪のままですと引いてるとだん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 削れていきますから、どうしてもこのアロンアルファ釣り名人というのが手放せないんですね。アロンアルファじゃなく瞬間接着剤ですね、100円ショップとかでも買えます。ただですね、100円ショップのものは品質が悪いのか何か変なものがわかんないですけどね、爪がボコボコになります。100円ショップのものを塗ると爪、まあ見た目は似たようにできてもですね、剥がれた後に爪がなんかゴワゴワの、まあなんかこのなんていうんですかね、体に悪そうな爪、悪そうなものを塗った後っぽいような形に、まあ一概に全部ではないと思うんですけど、 BJ が使ったやつはそういう感じになったので、100円ショップの瞬間接着剤は使ってないです。はい。でこの釣り名人というのはそもそも釣り用の、アロンアルファなんですね。毛針を巻いたりとかですね、釣り竿の修理なんかに使うものでありまして、乾いても乾燥しても白く濁らないんです。これ濁ってないですよね。はい。普通の瞬間接着剤ですと白く濁るんですね。爪が白く濁るとなんか病気っぽいような感じにも見えますので、クリアで綺麗な爪が保てます。しかも剥がれた後爪がそのままなんですね。この塗ってない部分と変わらない状態ですので、いいと思います。まあ海外のアーティスト、フラメンコとかジャカジャカやる人は、塗ってるみたいですよね。これを日本に来たら大量に買っていくという話もあるみたいですので、大丈夫かと思います。 BJ もこれはずっと使っております。お近くの釣り具屋さんでも買えますが、 Amazon でも買えます。 Amazon の場合最小出荷数が2つ
とかってなってるんですけど、まあね、お安いもので200-300円ぐらいのもの、ですので2つ買って予備に置いといてもいいんではないかな。1個はウクレレケースに、1個は家に置いとくというような使い方でもいいと思います。でおすすめはこの 1g の方です。 2g よりもこちらの 1g の方ですね。まあなぜかと言いますと、だんだん使ってるうちに固まってきたり蓋ができなくなったりって言って最後まで使い切れない場合があるんですね。まあ 2g と 1g ほとんど値段が変わらないので 2g の方買っていただいてもいいんですが、品質は同じですよ。同じなんですけども、この 1g だと、最後まで使い切れるということで、こちらを使っております。でこれはサラサラとした低粘度の接着剤です。でこう垂らしますと水みたいにふわっと広がるんですね。はい、ふわっと広がってこの先っぽでちょちょっと広げていただくと、それだけで綺麗な表面ができます。アロンアルファでも、割とこう粘度の高いもの、粘り気のあるものだとそんなに綺麗には広がらないですが、これは、サラサラとしてて水のような感じであります。表面にさーっと塗って、乾かす、さーっと塗って乾かすっていうのを、3-4 回ぐらい繰り返していただくと、それで分厚い皮膜ができます。分厚い皮膜が欲しい方はもっともっと5回6回と塗っていただいてもいいんですよ。でただ厚く塗ると乾くのに時間がかかりますので、とにかく薄く塗って、乾かして、薄く塗って乾かす。でその後は爪のヤスリで綺麗に磨いていただくと、ツルツルでいい音が出るようになります。はい、この釣り名人ぜひ一度使ってみてください。爪が減って困るんですっていう方にはぴったりかと思います。はい、あとまあ弱くてすぐ折れるんですとかいう方にもいいかと思います。はい、 BJ のウクレレ講座でした。爪削れる方、まあ強く引きすぎて削れる場合もありますので、そうだな、自分はそうだなと思ったら力抜いて引くようにしてください。はい、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。星空を見ることはできないだから、今はまばたきももったいないと思う。